今資材とか物理の関係で上がりやすいじゃないですか、ね、はい、今だと大体やっぱ坪単価90万円から100万円ぐらい。高い。そんな高いんですか今。10年前出店して始まった時はそれでもお金かけてるねって言われてて70万円後半ぐらいの感じだったのが30万円ぐらい上がっちゃってる感じですか。続いてはですね、月刊ヘアキャンプの8月号2つ目の記事はボブログさんからですね。はい、タカラベルモント株式会社は7月21日、サロンや医療施設の、設計志向のデザイン力、設計力、提案力の向上を目指したデザインコンペ、第33回タカラビジネスクリエーションアワーズ2023を赤坂同社で開催しました。最終審査大賞にノミネートされたサロン部門10作品、クリニック部門7作品、計17作品についてデザインのコンセプトや設計のポイントなどをデザイナー自らプレゼンテーションしました。外部審査員もなき厳正な審査の結果、各賞が決定されたサロンを紹介した記事でしたということですが、まあ、実際はですね、記事の方をご覧になっていただければなと思うんですが、店舗設計といえばもう今吉田真希人って言われてるんです。すごい上げてくださいますね。今日違うんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、インスタとかでももうね、はい、なんとか店スタートっていうのね、ゴリゴリお金かけて、はい、ね、そうそう、かなり金かかってるよね。いや、平均どんぐらいなのか聞きたいです ね、まあ、今資材とか物理の関係で上がりやすいじゃないですか、ね、で今だと大体やっぱ坪単価90万円から100万円ぐらい。高い。そんな高いんですか今。で、ね、でそれに、それはあの設備抜いてる内装費の金額なんで、うん、で椅子とかもろもろシャンプー台とか入れるともうちょっと上がるかなっていう感じです。すごいな。結構10年前と比べたらもう下手した倍ぐらいじゃないですかこれ今。そうですね、倍ぐらいみたいな感じかもしれないですね。ですよね。10年前出店して始まった時は、うん、それでもお金かけてるねって言われてて、うん、70万円後半ぐらいの感じだったのが、ね、30万円ぐらい上がっちゃってる感じですかね。結構これから独立する人有識問題じゃないですかこれ。高いと思う、高くなっちゃいますよね。ですよね。初期投資、なのでやっぱ多分こう造作をしづらかったり、うん、あんまりこうちょっと壁紙や床にこだわれなかったりとかが出てきやすくなるんじゃないかな、うん、でも今はそういうテイストが流行ってるじゃないですか、うん、比較的こうモルタル で、うん、でミラー置いてちょっといい感じにライト置いてみたいな、うん、お金をかけないでおしゃれな雰囲気が出しやすいのが内装のトレンドだなとは思ってるんですけど、うちはそういうモルタルっぽい感じもあってお金をかけて今っぽく作るので結果お金かかっちゃいやすいですね。いや、めちゃめちゃ金かかってますよね。なんでそんなかけてるんですか。確かにかけない派代表としてね。そうですね、うん、まあ、これもその出店の最初の話に少し戻るんですけど、うん、まあ、無名でそんなにこう業界内外にも知られてない立場だったので、うん、何をもってサロンブランディングを作っていこうかという時に、うん、やはり内装こそ集客だとも思ってましたし、うん、もちろんテクニックもデザインも集客なんですけど、まあ、一つの中で内装こそ集客だって自分の中でマインドセットして、うん、まあ、結果的にお金をかけなくていいのができたらよかったんですけど、うん、かかってしまったっていう感じでしたね、うん、でも逆にやっぱ内装がかっこいいとかね、かわいいとかで求人も集まりますよね。実際こういうサロンで働きたいっていう。違うですか、ね、それはでもありましたね、うん、内装が可愛くて好きみたいな、うん、ね、まあ、それだけで採用のフックにはならないですけど、うん、まあ、そういうふうに言ってくれるとやっぱまあ嬉しかったりもしましたね、うん、付加価値にはなりますよね明らかに、うん、車中とかも結構ね割と内装、いや僕逆にこだわってないわけじゃなくて、うん、適当に白いタイルを引いて、あのなんか打ちっぱなしだったり、なんか無機質な感じで作って、あとはスタッフがおしゃれしたらそれが空間って思ってる自分の中では、そのポリシーはある。そうです。なんか、なんてだろう、こうだから僕ソーラーとかも置きたくなくて、その物は少なくして、でスタッフがステージにしたいって感じだから、あんまりこうなんて言うんだろうな、いらない、そんなに僕は 色とかはいらなくて、あのカラーもそうだけど、うん、スタッフのファッションとかがそのまま綺麗にこう映えて、うん、スタッフでムードを作るっていうのが、うん、まあ、最初からのテーマでやってるから、うん、まあ、今のお店もそうだし、であとはたまにこう遊び心でなんかスクリーンを中に入れたりとか、うん、その時のなんか自分のバイブスでなんとなく変えますけど、うん、そこまでこうコンセプト立てて内装っていうことはやったことないですね。
でも実際やっぱお客さんも内装結構見てるなって最近思いましたよ。やっぱもうどういう時に感じたんですか？ね、カラーも上手、はい、カットもそれなりに上手で、こう技術の差別化ってやっぱ本当に今難しいじゃないですか、集客において。そしたらまあ一回行って、まあ普通に上手だな、なんか気に入ったなってなった時に、まあ今度違うところに行って、あそこもまあそれなりに気に入ったなってなった時に、じゃあ次どっちにリターンしようかなってなった時に、やっぱおしゃれな方を選ぶよね。ユーザー目線だとそうですね。そうそうそう、それ思ったんですよ。リピート率がじゃあ上がってきそうってことですよね。そう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 、確かに。やっぱカフェとかもそうじゃないですか。あ、まあ、言われると、うん、どっちでこうちょっとね仕事したいかみたいな、こう1時間ってなった時になんか気持ちいい方を選ぶじゃないですか。なんかそこの付加価値って逆にこうどんどんいきそうじゃないですか。確かにな、だからロンドさんとかが逆に強くなるんでしょうね。その業務委託とかでコストかけないサロンが増えれば増えるほど、お金かけてるサロンがこう付加価値上がっていくじゃないですか、相対的に。それでっていうのもあるんですか。差異を見出しやすいっていうのは確かに、まあ、戦略的というか、うん、今もちろんありましたね、うん、あとは単純にまさにおっしゃっていただいたようなお客様が気持ちいいって感じてくださったり、うん、働くスタッフが、うん、おしゃれでこういうところで働きたいと思ってくれるようなウキウキした気持ちの内装を作りたいっていうのもあって、うん、でもまあこれもオーナーさんの思いと、うん、その思いに賛同されて入ってこられるスタッフさんたちがいらっしゃるんで、うん、多分社長さんのスタッフの方がうちの店舗に仮にサロンワーク体験みたいな感じで来られても、そんなにときめく内装を感じられない属性だったりすると思うので、これはサロンによって色があるんじゃないかなと思います、ね。うん、でも本当にね、最近僕ふと思ったんですけど、なんかトイレにね、はい、なんかこうちょっとやっぱいいハンドソープと、はいはいはい、まあ、ちょっとフレグランスを置くようになったんですよ、はい、女の子たちがね、はい、そういうのやりたいって言って、はいはい、好きですよね。そしたらね、やっぱお客さんがやっぱちゃんと言うんですよね。あ、なんかすごい見てるってことですね。そこでフレグランスもちゃんとね日々減ってるんですよ。やっぱつけたりとかするんだなと思って、そういうところにやっぱ付加価値ってやっぱ結構つくんだろうなって思ったんでね、やっぱ空間大事なんだな。確かにそういうと、うん、実際各サロンのちょっとこだわり、ちょっとマキト君 の、はい、空間のこだわりとか、その毎回のテーマ、なんとなくちょっと共通項あるんですけど、はい、なんかあるんですか、その何かからインスパイアしてるとか。なんかいろんな施設とか店舗に行くのがすごく昔から好きで、でなんか商業施設できると、あ、ここはこういうテイストで全体施工してるなとか、でそういうのって何万人っていう人を何十万人とかで月間集客するじゃないですか、でそうなるとそういうのが、まあ、派生してちょっとトレンドに内装になっていったりとか、街の雰囲気をこう変えていったりするので、その出す街、その出す街と、その時受け入れられているこう内装のテイストをなんかこうちょっとミックスして、こう店舗設計は心がけてますね。なので最初10年前は、まあ、極端に言っちゃうとまだちょっとコンサバティブな雰囲気が髪型にもあって、まあ日本人パリ好きっしょみたいな、そういう感じをもろに打ち出した雰囲気で作ってたんですけど、最近はやっぱり少しモルタルな雰囲気だったりとかにシフトしてるので、まあいろんなところから情報収集しながら作ってるので、自分の本当にコンセプトとかやりたいのはむしろ出さないようにしてます。あ、そっか、どっちかっていうとやっぱお客さん目線でやってるんだ。そうですね、はい、今受けそうだなみたいなので作ってますね。いやでも本当普通にいい感じだなっていつも見てて思うから、いいですよね。いいね、この最後なんか今日なんかあれだな、ほっこり、ほっこり返してるよ、なんか今日ほっこりしてますね。なんか今日もっと差し込む予定だったんですか。本番前も結構なんかちょっと今日の方噛みつきますわみたいなって言ってたのに、なんかいや、トークテーマがすごいマイルドだからいいテーマだなって、ありがとうございます。もっと数字のこと聞く役もあるじゃないですか。だからまあビジネス的な側面絶対考えてると思ってるんで、例えばそっちの方が参入障壁が上がるとか、例えばなんかビジネスモデルを語っても、まあ結果俺らここでその参入障壁作ってるから、まあこう聞かないぜって思ってそうだなってちょっと思ってました。ちょっと今日おっしゃる感真似できなくないですか。だって正直ロンドさんみたいな、もう極論ロンドさんのスタッフがじゃあ独立しますってなった時に、あの空間は真似できないんです。絶対できないってなったら、そこに価値を感じてるお客さんってやっぱこっちに戻るなとかって考えてるんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですか。そんなに考えてないです。絶対嘘。絶対嘘。